ワイガ、ワイガ、ワイガは、中華人民共和国を流れる川の一つで、長江、黄河に次ぐ、第三の大河。古くは、川が、黄河の固有名詞であったので、ワ水と呼んだ。長さは1 0 7 8トル、流域面積は17万四千平方キロメートルに、及ぶ。ワイガは、黄河と長江の間を東西に流れており、 下流にある湖で二手に分かれ、放水路は、航海に注ぎ、本流は、長江に繋がっている。その下流は、平坦な低地を通っており、流路が複雑なため、洪水を起こしやすく非常に治水が、難しい。このため、海河、ピミン,ンでは、YH の異名がある。Y が及び、神霊山脈を結ぶ線、神霊、Y 河線を境に、中国の南北では、 地理や気象条件などが異なり、伝統的に河北と河南の境界線とみなされている。河北と河南の境界とされてきたことから、文化などに各種の異が見られる。心霊、ワイガ線は年間降水量1000ミリメートルの線とほぼ一致し、例えば北は小麦中心の畑作農業地帯で、南は米中心の水田地帯となっている。また、ワイガの北は、 陸路中心の交通、南は河川交通中心で南西北場とも言われている。こうした農業生産物や交通の違いは政策の差や軍事行動に影響するため中国が南北に分裂していた時代はワイガが境界線になったことが多かった。ワイガより北の地域では PM2.5 を含む全浮遊粒子状物質、 TSP の大気中の濃度が南側より格段に高いという観測結果が出た。住民の平均余命も南側より5.5年北側の方が短いことが米中などの共同研究で分かった。Y がより北の地方では石炭などによる暖房整備、一般的なスチーム暖房は中国語で暖気と呼ばれ燃料となるのは石炭を重点的に進めた政策により、 深刻な大気汚染がより進んだ影響とみられる。ワイガは、河南省の霧り山、牢屋座に源流を発する。河南省、安岐省、チャンスー省の三つの省を通り、途中チャンスー省で、ぬかり沢湖という中国第四位の巨大な淡水湖を形成し、一部はここで分かれて、航海に注ぎ、残りは三港営で、長江に流入している。 源流から川口までの落差はわずか200メートルに過ぎない。河南省と安岐省の境の高架港までが上流で、長さは360キロメートル、落差178メートル、流域面積は3600平方キロメートルに達する。高架港から、ぬかり沢湖の出口、中渡しまでが中流で、長さは490キロメートル、落差は16メートル、 流域面積は15万8000平方キロメートルになる。中渡市から三公営の超高流入地点までは150キロメートルで、落差6メートルとなる。また、渦川、佐賀、甲川などを、河北平野の甲賀より南を流れる川は、天井川である甲賀に合流することができないため、南へ流れて、ワイガの支流になっている。これらの川には、 昔港が本流だった河道を流れる川もある。主な支流には、北岸の最大の支流、砂、エーガ、エー南岸の最大の支流、シカンなど、安気章や河南章を流れる河川がある。また、山東省南部の岐阜下水系、ギ河、川、シカワの三つの河川及びその支流からなるはかつては、ワイガの大きな支流であり、現在も大運河などを経て、ワイガにつながっている。 死水は古代には Y 水と並び、中原から広外地方を結ぶ大動脈であった。ワイ賀の流路は激しく変化してきた。かつてワイ賀は今日のチャンス省北部を通って、航海に注いでいた。しかし1194年、それまで牧海へ北流していた黄賀が南に向きを変え、死水の流路へ流れ込み、さらにワイ賀河道へ交流するようになり、ワイ賀は 黄河の流れの強さに押し出された。黄河が堆積した土砂は高く積もったため、ワイガは流れを塞がれ、水は逆流して溢れ出しぬかり沢湖を形成し、多くの土地や町が水没した。ぬかり沢湖に溜まった水は南へ迷走し、高遊湖、小白湖といった湖を作った後長江へと交流するようになった。銀下水系の各河川もチャンス省北部で出口をなくして、 瞑想しながら大運河や航海へ流れるようになった。1850年代に黄河は再び北に流れを変えたが、和江川、黄河急河道の堆積土砂による自然堤防のために元の流れに戻ることができず南に流れるままになり、安岐省、チャンス省境界付近でしばしば反乱を繰り返した。1950年代以降、中華人民共和国によって、 ワイガ水系の上流でダム建設や植林、下流で排水路整備が進められた。特にチャンスー,ー北部に設けられた放水路、祖北管外倉庫はワイガ級稼働に沿う形でワイガの水を抜かり沢湖から黄海へ流している。一方で治水のため各市流に作られたダムのうち南寺川に建設された板橋ダムは1975年に大雨で決壊し、 下流のダムも失がして大洪水を引き起こした。ワイガは、ここ40年ほど水質汚染が深刻である。ワイガの河岸には、例えば数十センチの高さにピンク色の異様な泡が打ち寄せられて異臭を放っているような場所が多々ある。流域の村で住民の癌発症率、発がん率が異常に高く流域住民だが、 苦しめられていることをロイター通信のジャーナリストなどが告発し国際的に問題になった。国際的批判が高まったことで中国政府も重い腰を上げざるを得なくなり2005年になって調査を命じ研究者などが現地で調査を行うことになった。調査の結果2013年中国政府はワイガの汚染の高いエリアと発ガ率の高いエリアが 一致していることを認める発表をした。流域の村では、住民が、次々と、様々な癌で、バタバタと死んでゆく村、中国で癌村などと呼ばれている村、住民たちが高い確率で癌を発症する村がある。調査の結果、直腸癌などの発症率の悪化の程度が、中国の他の村に比べて5倍、という村もあることが判明した。汚染の 主なメカニズムとしては、ワイガ流域の化学工場などがワイガに汚染物質を垂れ流しにした結果、ワイガの水が化学物質で汚染され、それが地下経由で井戸に流入。中国では田舎の住民は飲料水を一般に井戸で得ているので、汚染されたその水を飲むことになり、ガンを発症することになったというメカニズムになっている。対策として、 中国政府は水質を改善するための浄水設備付きの水場を設け始めたが、広大な流域にまだ二十数箇所ほどしか設置されておらず、2013年時点、広大な流域に対して全然足りていない状況で、流域の住民の大多数は依然として発癌の危険にさらされ続けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。